ダテラジ塾、大輝です。今日は僕のバイクをちょっと冬眠から目覚めさせたいと思います。早速ゴー。はい、まずバッテリーの充電ですけども、バッテリーがまずどこにあるかと言いますと、これシートの真下にあります。なのでシートを取っ払わなくちゃならないんですけど、シートを取るにはまあ外側に一番最初に見えてるこのボルト 13mm の、ソケットで外れます。あと、マグナの場合ここだけじゃなくてこことここにあるんですよね。これが、六角の、5mm のソケットなんですよね。こんなほらこの六角、この六角でネジネジして外していきます。シートが外れました。次に充電していきたいと思います。バイクのこれがバッテリー、こっちがマイナス端子、こっちがプラスの端子、ターミナルって言うんですけども、このターミナルにクリップをつけていきたいと思います。こういう時はマイナスからつけるんですよね。なんでかっていうと電気はプラスからマイナスに向かって流れるので、もしプラス先につないでマイナス、次につなげるとバチンって火花飛んだり、まあそれスパークって言うんですけど、スパークしちゃうので危ないので、こうやって手つけるんですよね。でこれでつなぐと勝手に充電刺さる仕組みになってるんで、もうほらこうやって充電中が点滅してます。このまましばらく待ちたいと思います。はい、バッテリーの充電あらかた完了したので、じゃあエンジンかけてみたいと思います。エンジンかけるにはまず燃料入ってるかどうかが大事ですよね。燃料は揺すって確認、これ燃料系ないんでシャバシャバ言ってるから大丈夫だべ。その燃料がタブレターってね、燃料と空気を混ぜるところに落ちていくように、そう、燃料コックがあるんですけども、それがこれにオンオフしたリザーブって書いてるんですけども、それのオンの方に矢印が向いてるのを確認。大丈夫ですね。で測るはず。エンジンかからない原因の思い当たる節を見ていきたいと思います。思い当たる大きな原因の一つとして、プラグが被るっていう現象が起こっちゃうんですよね。ガソリンをどうやって爆発させるかっていうと、スパークプラグっていうそのプラグに電気を流して先っぽが火花散るんですよね。それで着火して爆発するんですけど、まずはプラグを見たいと思います。来てますね。ほらほらほら、こういう風にパチ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 って飛ぶんですよ。なのでプラグも生きてる、あと電気を送るイグニッションコイルって言うんですけど、それも生きてるし、線も断線とか接触不良もないということになります。じゃあ何なのやって話なんですけど、燃料系ってことになります。キャブレターまでちゃんとガソリンがいってるかどうかを確かめてみたいと思います。その方法なんですけども、ガソリンを抜く線があります。で開けてみてガソリンがタラタラって垂れてきたら、キャブレターの中までガソリンが来てるということになります。フロート室の線はどこにあるかと言いますと、これなんですよね。これをマイナスドライバーでクイッと回すとガソリンがタラッとくるわけですよね。早速やってみたいと思います。準備ができました。管をつけて私は入れます。でこの管は対流ホース、こういうのを使うといいと思います。開けてみたいと思います。先っぽちょっと来るか。お、来た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 、おお来ましたね。やどいやどいやどい、よし。マグナは2気筒なんで、この抜く箇所が2箇所あります。で今右側やったんで、次に左側行きたいと思います。ダテラジ。